ど、ちょうどよかった。少し前にコルネオの手下がやってきて、エアリスの家の方へ。少し前にコルネオの手下がやってきて、エアリスの家の方へ。本当にこんなとこに現れんのか？右腕が銃の男。おい、あいつの右腕。俺を探してんだってな。望み通り来てやったぜ。まあ、あの時の。やっぱりてめえもアバランチだったんだな。どうだろう。かの、なめてんじゃねえぞ。おい、あいつを出せ。おう。コルネオさんの秘蔵っ子よ。お前ら全員ギッタギタに切り刻んで神羅に突き出してやる。当てる。どうだ。うっ。あ。やっ。やばいな。隙を突く。やってもなんて許さねえぞ。大したことねえな。迫るには早えぞ。今だ、ヤックメ。頑張って。そこ。ほらほら、お楽しみはこれからだ。今だ、ヤックメ。
てる。当てる。必ず助ける。まだいけるな。さあ本気だ。ほらほら、今だ、やっちめ。頑張りなさい。お楽しみはこれからだ。貫く。今だ、やっちめ。オラオラ。無茶をする。挽回するから。アメル、オラオラ行くぜよ。仕上げだ。お楽しみはこれからだ。もう懲りたよ。あんたたちのことは誰にも言わねえから、見逃してくれ。五番街で見たのは人違いだった。この話を広めろ。死ぬ気でやるんだな。もしまた怪しい奴がいたらすりつぶすよ。わかりました。悪いけど支援物資分は売れないよ。列車は全線で運転を見合わせており、運転再開に向けて安全確認が。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いします。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。コルネオは地下下水道に隠し部屋をいくつも持ってるって噂があるね。
そういえばエアリスの姿が見えないね。
皆さんのおかげでこれで営業。いらっしゃいませ。どちらまで。皆さん、準備ができたら出発しますよ。助けられるだけ。地下にいるモンスターを掃除してくれたんだ。
私見たんだよ。神羅兵がコルネオさんの館に入っていったんだよ。ようこそウォールマーケット1の武器屋へ。どうぞごひいきに。こんな時こそ熱い戦いをする。マジかよ。
この曲を聴くと仕事の…あんたも疲れた顔してんな。これ聴くといいぞ。ここだけの話、コルネオさんが消えたらしい。マジかよ。ふるって参戦ください。本日も闘技場はいつも通り開催するよ。参戦希望者を受け付け中だよ。ここだけの話、コルネオさんが消えたらしい。マジかよ。誰もいねえな。
助けて。おーい、助けて。お前たちか。何の用だ。私たちプレートの上へ行く方法を探してて、コルネオなら何か知ってるかもって。なるほどね。それなら俺も知っている。本当か、教えてくれ。こっちに来い。話だけは聞こう。なんだこの穴。この先に用がある。あんたたちが手伝ってくれるなら上に行く方法を教えてもいい。この先って下水道だよね。何しに行くの。コルネオの隠れ家がある。そこまで行きたい。俺たちをはめるつもりじゃねえだろうな。そう思うならそれでいい。俺は別の助っ人を探す。お前たちも他の方法を探すんだな。分かった、手を貸そう。いいのか。裏切れば切る。それで構わない。信じるよ。詳しくは地下に降りてからだ。準備ができたら声をかけてくれ。準備はいいか。じゃあ降りようか。で、何なんだこの穴。侵入者用の落とし穴だ。あ？生きて戻った奴はいない。いや、いなかったと言うべきか。本当に上へ行く方法を教えんだな。あんたらが仕事をしたらな。俺はまだ信用しちゃいねえぞ。少しでも妙な真似しやがったら
蜂の巣にはなりたくねえよな。それはモンスターに頼む。手ごわいやつが多くてな。俺一人じゃさすがにきつい。でもあんたたちなら楽勝だろ。さっさと済ませよう。七番街との境界にある大水路に向かう。先に行ってくれ。俺は少し離れてついていく。
Oh!
ランチの印か。ジェシーがビックス巻き込んで合鍵仕込んでたやつ。役に立ったよって言えなかった。ティファ先を急がなきゃね。話し込んでるところ悪いが。わかってるよ。さあ着いたぜ。こっちだ。近くに来る。この印がついた扉がある。ここ前は閉まってた。安全確保よろしく。はいはい。聞いてもいい？オーディションの時どうして助けてくれたの？アニアンに頼まれたからだ。それだけ？俺はあそこまで捨て身にはなれなかった。え、ほら早く行ってくれ。エラちゃん、待て。もうすぐコルネオの隠れ家だ。ここからは俺が先に行く。ここか。ああ、プレートの上へ行く方法は中だ。最後まで付き合えって。悪いね。だがあんたたちには。待て、あいつを追う。え、大事なものなんだ。ここの鍵が入って。
追うぞ。あそこ曲がったぞ。任せる。さあ行くよ。来い。この程度か。手堅く行こう。受けてる。決めてく。
この調子で行くぞ。次は勝とう。
落ち着いていけ。私に任せて。わっ、挟み込むぞ。了解。逃がすなよ。Oh!
鍵じゃねえのか。すまない、お前のもんじゃねえよな。身内の形見か。家族はいない。夢を見てたんだよ私たち。花言葉、うん、私のことは忘れて。半年前、彼女はコルネオの嫁に選ばれた後、そのまま姿を消した。その時突っ返されたんだ。ひどいだろ。結構いい値段したんだけどな。あなたの目的って。復讐だ。今更だってことは分かってる。それでも肩をつけないと俺はどこにも行けないんだ。好きにしろ。俺たちは上に行ければそれでいい。分かってる。そっちは任せてくれ。気に入ったぜ。こっちへ進もう。近道だ。やつは俺にやらせてくれ。頼む。分かった。
気負いすぎるか。よし、やっちゃおう。なんだら結構。そうだ、七番街の復興に役立てるなら。
ここで待っててくれ。あいつ一人で本当に大丈夫かよ。レズリーです。コルネオさんに報告があって来ました。ほひ、一人か。はい。ほひ、アバランチの子猫ちゃんたちは捕まえてくるのがお前の仕事だろう。すいません、そのことで報告が。隠れてるか知ってるよな。アバランチの子猫ちゃんにじーっと喋りすぎてシンラに睨まれちまったんだよ。プレートがダガガガガーンでもっともっと被害が大きくなるはずが、あいつらがスラムの奴らを避難させちまいやがって。ここだけの話、シンラはミッドガルを捨てて新しい楽園を作るつもりだ。俺はそこで神聖ウォールマーケットのドンになるはずが、今はお尋ね者を。レズリー、お前に新しい店を任せようと思ってたのによ。残念だよ。さーて問題です。俺たちみたいな悪党がこうやってベラベラと真相を喋るのは一体どんな時でしょうか。勝利を確信している。本当にそうか。ほひ、お前ら七番街の件詳しく聞かせてもらおうが。ああふざけてんのか。ほひ、残念。でもふざけてないんだな、これが。それじゃあブスちゃん、あとはよろしく。やろ。まずはこいつを黙らせる。しまった。いくよ。さあ来い。そこ。
遊んでやれ。動けるうちに当てる。慎重に行こう。ここまで。
よくやる。そこを引け。あ、いや、これで決める。そっちは任せる。さあ行くよ。大丈夫か？コルネオは？すまねえ、逃がしちまった。そうか。また探すさ。どうせ他にやることもない。探すのはコルネオでいいの？大事な人なんでしょ？いなくなってから気がつくんだよな。お前はまだ間に合うだろう。花言葉、どういう意味だったんだろうな。再会だよ。花言葉は再会。あいつを探すのが先だな。うん、ありがとう。おっと、約束忘れてねえだろうな。分かってる。あった、地上に出よう。上へ行く方法を教える。ああ、思いっきり息ができるぜ。こっちだ。ワイヤーガンだ。打ち出したワイヤーを引っ掛けて上昇することができる。あの壁を越えれば7番街だ。ワイヤーがあれば壁も瓦礫の山も登っていけるはずだ。あくまでも上昇用だ。一度上がると戻れないと思っておいた方がいい。上に行く前にやりたいことは済ませておくんだな。ありがとう。俺たちもな、人を探しに行くんだ。そうか。会えるといいな。あんたもな。
行くか。うん。先に逃げてきた連中はもう出発したんだろう。出遅れたか。避難場所が埋まってないといいが。おや、あんたたち。スラムエンジェルからだ。七番街のために使って、だって。スラムエンジェルって、あのスラムエンジェルかい？あんたたち会ったのかい？いや、人捨てに受け取った。へえ、スラムエンジェルがね。ありがたいね。ん？大事に使わせてもらうよ。そうだ、これあげるよ。あんたたち使うだろう。準備はいいか？この壁を越えちまうと簡単には戻ってこれねえぞ。お前、これが終わっても何でもやり続けんだろ？そのつもりだ。合ってると思うぜ。それ、わかる。最初はよ、不愛想、気取りや過剰な自意識、いけつかないやつ堂々1位だったが、さすがに分かってきた。本当のお前は違う。そうそう、本当は優しいよね。子供の頃は気づかなかったけど。そんなものもしあっても戦場では役に立たない。いや、邪魔だ。ま、神羅に優しくする必要はねえけどな。エアリス、待ってるよ。
かっこよく乗り込もうぜ。行くぞ。悪い奴らをぶっ潰す。お姉ちゃんを助けて絶対帰る。行くぞ。どこが崩れてくるか分かんねえぞ。ねえ、お父さんは？大丈夫、大丈夫だから。怪我はない？出そう？先はもっと危険ですよ。助けたい人がいるの。後悔しますよ。俺たちは特別だ。忠告はしましたよ。気をつけてくださいね。結果だ。撃ち構えしていくぞ。覚悟はいい。よし、やっちゃう。
が無駄だ。頼りにしてる。頼られちゃうな。やってやろう。飛び上がれ。見てろよ。次。あそこを登るんだよね。ちょっとでも崩れたらヒュードンだな。今に始まったことじゃない。安全な道なんてとっくになかったな。行き止まりか。このロープ救助隊のかな。この辺から上がれんじゃねえか。ワイヤーが使えそうだね。ロープが垂れ下がってるところを狙って。失敗して落ちんだよ。いいか、ワイヤーはな、センスだ。わかるか。ああ、うん。登ると戻れないからね。上の方からロープが垂れてねえか。楽勝だな。もっとペースを上げてもいいぜ。目的を忘れるな。
分かってるよ。まずはエアリスの救出だろう。問題ない。モンスターが出たが、こっちで対処した。アバランチめ、仕事を増やしやがって。どうせ怯えて隠れてるんだろう。見つけ出して、モンスターの餌にしてやれ。上等だ。俺は逃げも隠れもしねえぞ。餌になんのはどっちか分からせてやるよ。もう切れてる。あそこにワイヤーを引っ掛けてよ。飛び越しちまおうぜ。かけてみるか。
囲め。やってみな。今度は崩れないといいけど。
いつけ。次も頼むぞ。こっちもな。またどっか崩れりゃ真っ逆さまだな。
ておこうぜ。神奈のど真ん中に行くのかと思うと燃えてくるぜ。燃え尽きるなよ。心配すんな、気持ちは尽きねえよ。次に備えろ。うん、分かってる。もう戻れねえな。
進めるなら問題ない。選んで
店やろうぜ。うん、やろう。クラウドも手伝ってくれる？安くないぞ。Beleza!
さぞ受け取って貫いて。注意しろ。
遊んでやれ。満点だったな。うん。さ、もう一息。こっからだな。準備運動は終わりだ。よし、止まれ。大歓迎じゃねえか。こうしてみると絶望的な気持ちになるね。絶望は力だ。時にはな。まだ温存しておけ。で、どうすんだ。派手な正面突破が絵になるぜ。あんた何しに来てるんだ。あ、裏へ回ろう。この先に駐車場の入り口がある。